車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。今回の動画は2021年3月30日に発表されたアウトバックウィルダーネスについてと、現行アウトバック X ブレイクが2年目の点検を終えたので感想をまとめてみたいと思います。最後まで見ていただくと、ウィルダーネスがどのような車になるのかと、現行 BS9 アウトバック X ブレイク E 型の良さや検討している人に響く内容となっております。ぜひオーナーさんからも購入検討者さんにアドバイスをコメント欄に書いてみてください。このチャンネルでは車を買って調べて売るまでをコンテンツにしております。借りただけではわからない、実際に使用することでわかるコンテンツを作成しております。これまでに100本を超える動画を作成し、ジムニー、スイフト、タフト、ラブ4、PHV、ヤリスクロス、S660、モデューロ X などたくさんの車を紹介させていただいております。動画アップは週3回、金曜日夕方、土曜日曜の早朝です。皆さんの車購入で参考になるチャンネルを目指しております。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして通知ボタンを押してもらうと、たまに上げるアップ日以外の最新動画も手元に届きます。では本編です。まず北米で発表がありました。スバルはクロスオーバー SUV アウトバックにアウトドアやアクロ走破性と機能を強化したアウトバックウィルダーネスをアメリカで初公開しました。今回初公開されたアウトバックウィルダーネスは、これまでのアウトバックのタフでラギッドなキャラクターに磨きをかけたモデルです。 X ブレイクのコンセプトが引き継がれているように感じます。スバルの SUV に新たな価値を提案する車として北米市場に導入されます。アウトバックウィルダーネスの内外装デザインは、フロントリアのバンパー以外にも随所に専用アイテムがあり、アクティブな気持ちを呼び起こさせるとともに車体を保護する役割も兼ね揃えてるみたいです。エクステリアは海外の国立公園で走っているレンジャー仕様のようなイメージがあります。オーストラリアや北米の荒れ地をガンガン走ってくれそうですね。よりワイルドになったと思いました。背も高くなり、フロントフェイスに武骨感が出ております。そしてボンネット上にある黒い部分が気になりました。ぜひ他の色も見てみたいなと思います。車外パーツの LP さんもびっくりの仕様じゃないでしょうか。 X ブレイクみたいに積載力を向上させるルーフレールや、左右両方に装着したケインフックなど、アクティブシーンでの実用性を高める専用装備も採用。これらの機能性を併せ持つ部分には、アナダイズドイエローのアクセントカラーが入っております。内装もアナダイズドイエローをアクセントに、ブラックとグレーのダークトーンで全体をコーディネート。防水性を備えたシート表記、鉱石シートバッグなども採用し、アウトドアでも気兼ねなく使える機能性を表現しています。内装コンセプトも X ブレイク同様のコンセプトですね。締まった色なのでかっこよいです。パワーユニットは水平対向4気筒 2.4 リッター直噴ターボエンジンを搭載。トランスミッションは CVT リニアトロニックで、標準モデルに対しごく低速時のトラクション性能を強化しました。低速時のトルクもモリモリなんでしょうか。楽しみな一つです。最低地上高は標準モデルの 8.7 インチから 9.5 インチまで高め、路面との接触に対する安心感を向上しました。アクロ走行を支援する X モードも、ディープスノー、マッド、2つのモードの対応速度域を広げ、実用性を向上したそうです。この X モードも頼れる仕様となりそうですね。
光合成ボディにバンプストローク量の大きい専用サスペンションを組み合わせて、日常使用での快適性を維持し、未舗装路での衝撃吸収や路面追従性も向上。さらに横浜のジオランダーを装着することで、当番ドローでの走破性を強化されました。まるでランクルみたいな走破性を持っているのでしょうか。ウィルダーネスの意味は、自然の荒れ地や荒野、原野、原生自然、だだっ広いところで、庭園内などわざと手を加えない部分という意味だそうです。要は大自然ということですよね。ぜひ日本発売お願いいたします。一番乗りで買いたいと思います。そして現行 BS9 アウトバック X ブレイクに乗って2年が経ちました。2年目の点検を受けてきました。2万2000キロを走り、思った以上に走ったなと個人的には思っております。今まででしたらだいたい年間8000キロだったんですが、アウトバックになり遠出が増えた気がします。アイサイトのオートクルーズとハンドルアシストのおかげで遠出も気にせず出れるからでしょうか。フレキシブルタワーバーも装備したことで、ハンドリングがタイトになったことで高速道路での直進安定性が良いです。フレキシブルタワーバーのデメリットは、装備していない時よりハンドルが重く感じるので取り回しが少し悪く感じられます。室内快適性についてですが、運転席からは特に不満はありません。一つ挙げるとすると、センターコンソールの周りにソフトパッドのものが欲しかったなと思っております。太ももがハードプラに触れることがあるので、内装強化をお願いしたいです。後席については広々で、家族で乗っても余裕があります。リクライニングもあるので、子供が寝るのに少し倒して使うこともできます。ラゲージは広さもあり、長いものでもそれなりに積み込めます。ワゴンタイプなので高さのあるものは少し厳しいですが、たっぷり使えるラゲージではないでしょうか。2年目の査定ですが、スバルディーラーで236万円がつきました。込み込みで390万円で購入しましたが、約 61% 残っております。残価設定で支払っていましたので、走行距離が約6000キロの仮走行となっているようです。残価設定で仮走行ということで6万円引かれました。週末ドライバーのままでしたら仮走行ではなかったのかなと思います。現行アウトバック X ブレイクは中古車サイトで見てみると、ご覧の価格感となっております。まだまだ人気があるみたいですね。購入検討の方は参考にどうぞ。またお得に買える新古車もあるみたいです。3年目の車検までにウィルダーネスが出るのでしょうか。ぜひスバルさん、日本に出してほしいなと思います。では以上となります。このチャンネルでは車のことをいろいろ調べてお伝えしているチャンネルです。他にも走行レビュー動画を中心に、内外装を含めた車の魅力をお伝えさせていただいております。借りた車だけではなく、実際に購入して調べているからこそ分かることをお伝えしております。現在、日産新型ノート e パワーとホンダ新型ベゼルプレイの納車を控えております。これからも車の情報を発信していきますので、よかったらチャンネル登録をして、新しい動画もお楽しみにお待ちください。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。